おやすみ。さあ、リビングにこの前のクッキーの残りが。でもクッキーだよ。今度は甘いものだよ。ほら、夜甘いもの食べるとよく眠れるって。
本当に、ごめんなさい、わたる。アタル、ちっと降りてこいや、オラ。ねえねえ、降りといてよ。私の浴衣姿目に焼き付けてよ。ほらほら。いや、なんで毒必要だ。うわあ、私降りろって言ったけど落ちろって言ってないよ。ついこの前崖から落ちて骨折した反省をちっとも生かしてやがらねえな、この鉄砲水は。それにしても渡るくんってお祭りの笛まで吹けるんだ、本当にダサい。ってこれフルートじゃん。パチってきたのかよ。まあいいや、それは置いといて、お祭り行こう、お祭り。海ちゃんやりんなちゃんや寮のみんな誘ってさ。あれ、マスターと茜？ああ、りんなちゃんかわいい。おお、りんなちゃん、すごく似合ってるじゃん。こりゃめちゃめちゃラッキーな現場に遭遇したな。いや、ちょっと。あれ、お祭り誘いに来たんだけど邪魔しちゃったかな。
ことないですよ。みんなもう用意できてますし。私ちょっと部屋に戻ってる。もう出かけるんだってば。無駄な抵抗はやめて、普段と違う自分を見せつけてきなさい。ちょっとやだ、恥ずかしいよ。相変わらず可愛いな彼女。降りてきなさいよ。先に行っててってば。先にも何も、もう着くっての。なんだかリンナ先輩の心細そうな震える声、ゾクゾクしますね。けどさ、なんで浴衣がリンナちゃんだけなの？これ以上男が寄ってきても鬱陶しい。試着してみたら我ながらガキっぽかった。持ってないもん。去年のはサイズが合わなくなってまして。今リンナちゃんが着てるのが私のだから。リンナちゃん着たことないって。私は毎年着てたから。こら見るな。お前、あっち行ってろ。なあ、リンナちゃん、待った。ひどいよ、渡る。リンナちゃん、あんなに似合ってるじゃない。何が不満なのよ。むしろ似合ってることが問題なんでしょうね。は？どういうことです？解説していい？バタル。この島の人口の何割くらいが今ここに集結してるのかしらね。そこまでは。それでも去年に比べれば人は減ったかな。そうですね。女心の細かい動きまでお見通しってわけなんだ。
リンナちゃんに付きっきりじゃない？境内だし、あんたがお持ち帰りでもしない限りすぐに合流できるでしょ。私、今日は遅くなるかもって兄に。後で一緒に金魚すくいやりましょうね、先輩。しずちゃんも一緒に。みんなの気持ち、確かに受け取ったわ。ここはみんなに任せて滝を急ぐのよ、渡る。どうかした？リンナちゃん。